皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。フッティスタ2021、今回は第2弾のスカウト動画になります。この弾の目玉キャラはレジェンドのベロンなんですけど、この弾唯一の星6キャラになっていて、選手カードがこれ白ですけど、金色のカード、唯一の金色のカードがベロンになります。この選手が欲しいのと、あとは星5、星4以上のキャラが何枚か出てくれればいいかなと思ってます。でこの動画では通常の4連スカウトを9回だ、計36回と、ターミナルのレギュラースカウトを11回、あとターミナルのプレミアムスカウトを3回の計50連やってます。50回やればなんとかベロン引けるんじゃないかなって思うんですけど、最近運も悪いのでどうかなと、言ってるそばから星1の J リーグの選手が連チャンしてますけど、どんな結果になるのか、よかったら見ていってください。
Thank you.
Thank you.